きのスロライブ。はい、ということで始まりました。私パチスロ必勝本新人ライターの久保田咲と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日は京都市にありますダブルマックスさんにお邪魔しております。ということで、この番組は視聴者の方々に参加していただく視聴者参加型のバトル形式の番組となっております。で、そのバトルということで、そのバトルは何かかけて戦うものなんですけれども、それが何かというとステージをかけて戦いますはい、何のステージかというと、私が歌うためのステージをかけて戦うことになっております。そのステージっていうのが、勝ったら特設ステージを用意していただける、負けた場合はその辺で歌ってこいという話になっておりますので、まあ、ぶっちゃけどっちも罰ゲームだと私は思うんですけれども、まあ、その講義も通らず、勝っても負けても歌を歌えということなの でちょっと私からお願いがあるんですけれども、勝った場合は絶対盛り上げてくださいね。負けた場合は諦めるので、勝った場合は盛大にあのスタッフの方々みんな盛り上げてくださいね。お願いしますね。お願いしますね。で、そのバトルについてなんですけれども、今回のバトルはあのサマイだけではなくてポイント式のバトルになってるそうで、まあ、基本的にサマイ数、まあ、プラス100枚だったら100ポイントいただける感じで、マイナスの場合はもうそのまま0ポイントっていう風に加算していただいて、その合計の私のポイントと視聴者3名様の、平均のポイントで対決します。で、そのバトルで私が勝てば勝ち、私が負ければ負けという感じになっております。はい、ということで早速視聴者の方3名の方に登場していただきたいと思います。どうぞお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速簡単に自己紹介を一人ずつやっていただきたいと思います。じゃあまずお願いします。翔です。今日は勝てるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。翔さんです。はい、でお次、はい、竹ベロです。よろしくお願いします。竹ベロさんです。はい、で最後小林です。地元京都から来ました。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんに自己紹介してもらったわけなんですけれども、もう私たち中に入って台は押さえております。皆さんちょっと回されてるんですよね。もうなので何撮ったかちょっと聞いていきたいと思います。はい、寝台の南国が撮れたので、はい、はい、回ってます。はい、じゃあ南国頑張ってキュンキュン言わせてくださいね。はい、はい、ということで次は、はい、リノタイプが好きなんでリノを取りました。はい、頑張ります。はい、まだトマトは揃ってない。はい、ということでリノだそうです。まあ、いつもねリノですもんね。はい、はい、私はハーデスですね。もう一撃で5000枚狙いたいと思います。いいですね。じゃあもう早速ゴッと引いていっぱい出しちゃってください。で、私はですね、ギアスを抑えました。ギアス R2 ですね。新しい方のギアスを抑えましたので、まあ、頑張って設定判別しつついっぱい出していけたらなと思っております。はい、ということでですね、これから実戦早速頑張っていきたいと思います。みんなでいっぱい出して頑張るぞ。はい、はい、ということで頑張るぞ。おーはい、ということで早速実戦開始したいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。がっくんしましたね。まあ、昨日の点名は確認していないのでわからないんですけどとか言ってると熱いぞ。協定です。当たってたりしないかなあ。いやー微妙。当たってないっぽいです。はい、ダメ。一応朝一ガクンしたので、まあ、リセットの可能性はちょこっとだけ高まります。で、そのリセットだった場合は設定高い方が広角に行きやすいという特徴がありますので、
合格以降はあのジャックチェリーとスイカ、あと共通ベルで抽選してるんですけども、まあ、今のところまだ共チェリーしか引いてないので、それでまあ文化祭ステージなので、これが屋上だったらですね、ちょっと朝一合格かなっていう期待は持てるんですけど、まあちょっと微妙かなと思います。お、やばい、暑い、これは暑いぞ、若いし。おお、うまい、当たった、これは当たりましたよ。わけじゃない、いいところでメモ帳が落ちた。はい、当たりました。はい、ハイパー当たりました。よし、102ゲーム。ダメだ、なかなか揃わないですから。ボーナス中もあのギアスポイントの獲得抽選されてて、まあ、ギアスメリプレイとかジャンスメとか引くと1ポイント以上たまりますので、ベル以外が引きたいんですけどね、もしくはもうそのまま C2 を揃えたい。はい、252枚です。投資5000円でハイパー引けたので、まあ、出玉的にはちょっと助かりました。そう、これからリベリオンアタックに入ってくれればすごく嬉しいんですけども、あ、光った、これ今第3で光ったんですけど、4ポイント以上ですね、これは外れ目なので4ポイント以上は獲得してるみたいです。合格滞在時は共通ベルでもギアスポイントの抽選してるんですけど、定格だと共通ベルではギアスポイントたまらないので、まあただ共通ベルも引いてなさそう。お、もうちょっと早く引きたかったな、しかもチャンス目だし、もうちょっと早く引きたかったのに。でもまだ文化祭ステージだから、もしかしたら合格にいたかもしれない。お、やった、これは当たりました、いいですね。はい、当たりました、レギュラーです。レギュラー中はあの4回リプレイを揃えれば、お、カレン出た、一応高設定示唆です、カレンと C2 はまた何も引けないし、ゼンベル一応リプレイ5回引けばあの ARB 確定なんですけど、1回も引けないってヤバくないですか。あー、ペタッピやな。お、レベリオンアタック入ってほしいな。あ、よかった、 J1 ゲームレベリオンアタックです。まあ、さっき4ポイント以上の示唆出てたので、ポイントが溜まったのか一気に10ポイント溜まったかちょっと分かんないですけど、まあただありがたい。おい、超絶弱いです。はい、
ちゃったんですけど、もうちょっと打ってみます。まだわからないといえばわからないです。朝一あんまり良くなかった割には、でボーナス中もラヤク全然叩けてない割には、一回リベリオンアタック入ってるし、まあもうちょっと様子見てみようかなと思います。ループストックあるかな。両サイドゴッド引いてるからちょっとやばいって言ってましたけど、でも頑張りますって言ってました。はい、お次は翔さんです。どうですか。抜けちゃった。マジか。一発目ビッグだったそうですけど、抜けたそうです。連チャンせず。うわ、それつらいっすね。頑張ってください。まあ朝一ビッグ引けたそうなので、5設定の方がね、ビッグ引きやすいので、それで頑張るそうです。ホッパーエラーっすか。ホッパーエラーっすか。ホッパーエラーでしょ、だそうです。すごい、さすがっすね。設定だいぶ良さそうって言ってます。いいな、何それ、ずるい。私も頑張るんで頑張ってください。いいな、いいな。皆さんそれぞれ頑張っておりました。でも竹ベロさんが結構設定良さそうですって言ってたんで、リノ打っててちょっとやばいっすね。向こうがリードですよ、完全に。そろそろ4ポイント以上の示唆とか出てもいいはずなんですけど、全然ないので、かなり微妙。もう微妙しかさっきから言ってない。移動か。よし、ちょっとねもう限界なので、キンバルもうちょっと打ってみようかなと思います。そこのカードダインの方が
早いゲーム数で金パラ当たってるので、これ打ちます。はい、ということでギアスがもうどうにもならないのでちょっと金パラに移動してきました。まだ朝一台です。なのでリセットかかってればいいなと思って、一応角の方がリセットで当たったっぽいんで前リセかけてきてくれたら嬉しいなみたいな感じで打ちます。がっくん下臭いな、これあと天井まで500ですやばいよ、カエルも来ない。もう私さっきからだいたいカエルも来ないか、カエルが2匹でって言ってるか、あとはきっとリセットですって言ってるか、それを延々とループしながら800ゲーム回してるんですけどよし、1000ゲームいった、あと280です。あと280ゲーム回せば当たる。もう今投資が4万1000円で回収ゼロなんですけど、まあそもそもどっちにしろ勝っても負けても歌うことには変わりはないんですが、なんで歌うことになったかって話してなかったですよね、多分言ってないと思うんですけど、ですね、私このまだ番組決まる前になんかそのスタッフの方に言われて、久保田さんはパチスロ以外に好きなことはないのですかと言われてしまいまして、まあ、強いて言えばカラオケかなって言ったんですね。そしたら、あ、じゃあ歌えばって言われて、ちょっとよく意味がわからないんですけどじゃあ歌えばってなって、そしたら秘書場の先輩のヒョウさんがですね、じゃあ曲作ってあげるよって言ってくださって、まさかの私のこの罰ゲームで歌う曲をヒョウさんが作ってくださったんですよ。でですね、まあそんな感じなんですけど、そうですね、なんかねちょっと今もうすぐ天井っていうところですごくテンションが下がっておりますので、なんかうまいこと喋れないです辛いんですもん、だってもう。で別に歌うのはいいんですよ、私歌うの好きなので、ただ需要ないと思うんですよね絶対需要ないと思うんですよ。でも、まあ、ヒョウさんがどんな曲作ってくれたのかっていうのはきっと楽しみっていうか皆さん興味のあるところだと思いますので、まあとりあえずこれ終わったら私それ歌うんでお楽しみにですまあでももう一回言っときますけど、私全然歌うまくないですよ。普通にカラオケが好きなそこら辺の人です。そんな歌をね、そんな人の歌をね YouTube で流すなんてねマジでやばいと思います。天井はやばい、本当に天井行くいやもうここまで来たら天井ですけど、もうちょっと早く当たると思ったんですけどね、だいたい900ぐらいで当たってくれると思ったんですけどね、しっかり天井まで連れてかれてる。ドーン、はい、1280ぴったりで当たりましたよあー長かったさあ何かな、よかった、ビッグだ
本当に長かった。あー怖い。お願い残って残って残って。やばいもう。いやでもまだチャンスあります。帰る来て。やばいな、マジ抜けそう、これどうしよう。やばい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 、全然カエル出てこないし。うわえぐ。戻ってきて。やばい、マジでやばい。そやーもう。うわーこれラストチャンス。お願いします、来て。ドン。ダメ。いやーもう本当に何これ。はい、ということで天井でも天国に行かずなので、ちょっとみんなの様子見に行きます。めっちゃハマっとるやないですか。リノは数値が悪くなったみたいでやめちゃいまして、今あの花火で跳ね返りを狙ってるそうです。おつです、どうですか。300枚ぐらい出て全部飲まれちゃったみたいです。残念。リプにリプ3した。リプ4来い。よし。あーやばいやばい、リプ4です。よかった、マジ。いやマジで嬉しいですよ、これは本当に。よかった。はい、ピック。まあまあいいです、当たっただけいい。あとは今度こそ天国行ってくれれば、行ってくれればもうやめる。もうやばい。何匹？あ、やったやったやった1ゲームでした。やばいやばい、よかった、やばい。すごいですね。よかったマジで、ありがとうございます。やったー、はい、1ゲームでしました。とりあえずこれでストックなんで。マジよかった、やっとやっと私の見せ場がやってきましたよ。よし頑張るぞ。おい、ということで1ゲーム連終わりました。帰るわ、全員帰った。はい、ストック来るかな。はい来た、よしまたストックです。よし、はい、ピックです。よかった、ストックめっちゃ出てくるじゃないですか。いい感じです、とってもいい感じです。私が1280はめる間に貯めたストックが出てきてくれてる。はい、443枚、まだまだいけます、頑張ります。またストックかな。
おらー、すごくないですか、めっちゃストック出てくる。やったピック、はい、ありがとうございます。よし、赤ピック、このための天井ですから。白ピック、はい、ありがとうございます。ストック4つ出てきてるので、おとか言ってたらカエル3回。よし、これは当たったでしょう。5回目確定です。よーし、ピック、よし、17ゲーム赤ピックです。今ストックが4回出てきてるんですけど、まあ多分リセットで朝一リセットモードにいてストック B をループしてたんだとすれば、その間にまあ4つ溜まったって考えてもおかしくないので、まあもちろんもっと溜まってる可能性もあるかもしれないですけど、まあでも上出来です。あとは天国をどれだけループさせれるかだと思います。頑張ります。はい、終了。あ、一匹残った。カエルはいればいるほどいいので、まだ天国続いててほしいです。早めのカエルは天国にいる可能性が高い気がする。ないですね、ストックはない。当たりました。おい、あー、レギュラーいない。でも頑張ります。なんだ、連チャンしてほしい。あ、ブルッた、よかった。さあ、どっちかな。赤ビッグです。今若干赤に偏ってるので、一応奇数だと赤に偏りやすくて、偶数だと白に偏りやすいっていう傾向があります。まだ足りないですので、あ、チェリーブルッタ、チェリーってこれ当たるんじゃないですかね、よかったー。24ゲームセーフです。おい、赤、はい、終了です。1771枚、あとちょっと投資が4万5000円なのでね。10ゲームビッグです。ビッグパック2148枚、あとちょっとです。よし、投資が2250枚なのでプラスいきました。じゃあみんなの様子を伺います。あ、翔さんまだ南国打ってますね。はい、翔さんはですね、全部飲まれちゃったみたいで、で今投資が3万円だそうです。で今追加投資中なので、私のリードですね。翔さんと私だと私のリードです。よし、バケベロさんはどうだ。めっちゃ出てるし。はい、ということでバケベロさんは、今プラス500枚ぐらいだそうです。あの花火、めっちゃハマってる花火打ってたんですけど、跳ね返りがありましたって言ってました。オカルトですけどね。もうすごいと思います。
やばいっすね。またゴッド引いた。すごい、万枚出てゴッド引いたんすか。やばい。で、小林さんは幸せを分けてもらってるそうです。私もうちょっと頑張ります。ということで、意外と接戦です。ここでね、ここで32ゲーム超えなければだいぶ私リードしますので頑張ります。カエルすら出てこない。よし、頑張れ。やった、ビッグで、よし。これ私勝てますよ。ちょっと おい、2490枚。はい、どんどん行きます。あ、もうこれ一発目に出てきたらずっと当たるでしょう。いや、大丈夫。1回目と1ゲーム目と2ゲーム目にカエルさんが出てきたときは絶対続くんです、私の中では。やばい、あれだけ自信満々に大丈夫とか言ったのに、まさかのあれ以来カエルさんが出てこないという。やばい、嘘。来た。おい。あ、やばい、来ない。あ、やばい、本当に終わりそう。え、マジ？あんな自信満々に言ったのに。ちょっと待って。世界平和というのは分かるけど。終わった。一発目にカエルさんが出てきても終わるそうです。終わってしもた。まあでも十分ですね。うん、2466も多分これで合ってると思うので十分です。ということで私はここでやめます。はい、お疲れ様でした。頑張ったぞ。投資分はギリギリ取り返せたのでちょっとだけプラスです。なのであとは3人の平均よりもプラスだったらいいんですけど、どうかな。竹メロさんがもう1回ビッグ引いちゃったらちょっと危ないかもしれないんですけど、とりあえずもう私はここで実戦終わります。頑張りました。頑張りましたよね。はい、ということで終了します。お疲れ様でした。はい、実戦終了です。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ということでですね、早速3名の方に趣旨を発表していただきたいと思います。はい、じゃあどうしようかな、どこから。小林さんから行こうか。はい、じゃあ小林さんお願いします。マイナス3500枚です。はい、お疲れ様です。竹原さんお願いします。投資が450枚で回収が1200枚でプラスの450枚。おめでとうございます。450枚プラスでよかった、2人目プラス。はい、ということで次は翔さん。はい、投資が1900枚、はい、回収がゼロです。ということはマイナス1900枚。はい、はい、ということで、小林さんが0ポイント、竹ベロさんが450ポイント、翔さんが0ポイントということで、3人の平均ポイントは150ポイントですね。ということで、私が150枚以上出してれば、私の勝ちということになります。はい、では私の結果発表させていただきます。投資2250枚、回収が2515枚ということでプラス265枚です。ということで私の勝ちです。イエーイ。勝ちました。ということで罰ゲームは逃れましたよね。よし、特設ステージでこれからじゃあちょっとライブしてきますよ私。はい、ということで、まあとりあえずその私のご褒美のことは置いといて、皆さん今日ね協力していただいて本当にありがとうございました。
がマイナスになっちゃってなんか申し訳ないんですけど、もし第2回があればまたぜひ参加していただければ嬉しいですので、また機会があればねぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで翔さん、竹ベロさん、小林さんでした。ありがとうございました。はい、ということで今日は3名の視聴者の方に参加していただきまして、実践を終了することができました。そして私はプラス収支で3人のポイント数よりも上回りましたので、これからご褒美のステージということで、まあ私やりたいとか言ってないですけどね、これだけは言っときますけど、私やりたいとは言ってないですからねですけど、まあみんな盛り上げて楽しくやらせていただけるということなので、頑張って楽しく歌ってきたいと思います。はい、というわけでステージ行ってきます。頑張りますカメラ何ですか？はい、この後ステージで歌っていただくじゃない。はいはいはい、午前中にもう3万円入れてましたね。はい、はい、入れてました。ないなと思いました。おお、キャンセルしてしまいました。え、キャンセルしたんですか？え、じゃあ私歌わなくていいんですか今日？そういうわけではないいや、だって代わりに、はい、代わりにですね、はいはい、ステージします、今から。ほうほうほう、いい箱、いい箱を用意してくれる。いや別にそんなんいいっすよそんなん全然いらないっすよ。いや、歌もなさそうっすね。いや、だってそもそも最初から私一言も歌いたいとか言ってませんからね。言ってないですよ、全然歌いたいとか言ってないですよ。じゃあちょっととりあえず私じゃあ頑張って歌いますので、絶対盛り上げてくださいよ。えいえい。いつもどこでもゼロゼロで